こんにちは、レイです。スプラウトを一晩お水につけると早く発芽すると聞きました。今回はそれが本当なのか、また成長にどれくらいの差が出るのか、発芽率に変化があるのか検証してみます。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速やっていきます。今回使用する種はこちら、ダイソーで購入した種です。2個で100円でした。裏には発芽適温、発芽日数、育て方が書いてあり、とても分かりやすいパッケージとなっております。発芽率は 75% です。今回はこちらのおうちでベジという商品を使って育てます。商品の特徴を簡単に説明すると、こんな感じでパーツが分かれます。下にお水を入れて、上に種を入れます。中が透明になっていて、どれくらいお水が入っているのかすぐ分かるようになっています。それぞれのパーツに分かれるので、水替えがとても楽で、古いお水を簡単に捨てることができます。なのでスプラウトを衛生的に育てることができます。水耕栽培を始めた初期から使用していまして、使いやすくてデザインもシンプルで気に入っているため、最近追加で購入しました。ちなみにこのブロッコリースプラウト1袋で種の量は約 3.3g 入っていました。今回は発芽スピードの差だけではなく、発芽率も調べたいので、各 2g ずつ種をまいて、最終的に収穫量の違いも見てみます。まずはお水につける方から種をまきます。容器にお水を入れて、種を水につけます。水に入れたら、種にしっかり水を吸わせるために8から12時間ぐらいつけておきます。それ以上つけてしまうと逆に水分過多になりますので注意します。もう一つは種の半分くらいの高さまでお水を入れます。種をまきます。いつもはこのやり方で育てていますが、次の日には水分が足りていなかったりする時もあるので、1日お水につけた方がうまくいくような気がしました。ちょっと見にくいんですけど、こんな感じです。ここにお水が入っていまして、種の下半分が浸かっているような感じですね。種まきが終わったら暗いところで育てていきます。なのでキッチンに移動します。はい、キッチンに行きました。暗いところで育てていきます。こちらの照度計を使って明るさを測ってみます。2.8 ルクスですね。ほぼ真っ暗に近いような感じです。ちょっと画面が暗いので今だけ明かりをつけます。スプラウトは徒長といって、暗い場所で育てると光を求めて早く成長してくれます。10月の28日、今の時刻は7時7分です。今の時間から8時間から12時間ほどつけてみて、実際にどう変化するのか観察してみたいと思います。こちらがお水につけておく方と、こちらが普通に種まきをしたいつもの育て方です。お水につけることが目的ですので、一晩ではなくて朝からお昼からでも大丈夫です。では少し時間を置いてみます。はい、今朝種をまいてから10時間ほど経ちました。時刻は17時ぴったりです。実際にどれくらい変化があったのか観察していきます。近くで見るとこんな感じです。こちらが水につけた方、こちらが普通に種まきをした方です。この時点で何個か発芽している種がありますね。ただパッと見た感じですと、こちらの水につけた方が多いような感じがします。なので水につけておくと発芽が早くなるというのはどうやら正しかったようです。こちらのお水につけていた方の種を
水を切ってこちらと同じようにします。ここにお水を流して種を入れます。こんな感じですね。はい、お水を入れ終わりました。こちらが10時間お水につけた方です。引き続き育てていって成長のスピードにどれぐらい差が出るのかっていうのを観察してみたいと思います。スプラウトを育て始めて12日目です。1日目はこちらの水につけてた方が発芽が早かったような気がしたんですけれども、こうして何日か時間を置いてみるとこちらの方が若干成長が早いのかなって思いました。育て始めて結構時間経っちゃったんですけど、これから日の当たるところに置いて緑化させたいと思います。今は夜でここ暗いんですけど、日中とかはそれなりに光が当たるようになっているので、もう少し育ててみたいと思います。それで思ったよりも成長に差が出なかったので、サンプル数を増やすためにもう何回か育てて、本当に変化がないのか、もしくは変化がどれくらい出るのかっていうのをちょっと追加で育てながら調べてみたいと思います。はい、スプラウトを育て始めて15日目です。いい感じに育ってきたので、今日収穫して収穫量にどれくらい差があるのかを見てみたいと思います。こちらのお水につけたスプラウトから収穫してみたいと思います。こんな感じです。 10.1g となりました。次はこちらの普通に育てた方のスプラウトも測ってみたいと思います。11g となりました。普通に育てた方が 0.9g、 グラムが重かったです。ただ種一つ一つの発芽率も関係するので、ちょっともう一回やってみようかなって思います。1回目の結果としては水につけたスプラウトが 10.1g、 普通に育てた方が 11g という結果になりました。2回目はこちらの容器を使って育てたいと思います。この容器にキッチンペーパーを容器の大きさに合わせて折って、これを培地とします。この上にお水をかけて種まきをして育てます。こっちは普通に育ててみます。こちらの容器に種を10時間から12時間ぐらいつけて、その後にお水を切ってこちらと同じように育ててみます。まずは種の重さを測ります。3.8g あるので 1.9g ずつに分けて、一つはお水につけて、もう一つは普通に育ててみたいと思います。おそらくこちらのお家でベジで育てた時は種の半分ぐらいまでお水が浸かっていた状態だったので、そこまで差が出なかったのかなって思っていて、この容器で育てる場合はこのキッチンペーパーと表面に軽くお水をかけるだけにして、乾燥だけは防ぐようにします。それで育てようかなって思うので、今回の方が差が出るんじゃないかなって思っています。この2回目で発芽のスピードだったり収穫量が変わらなかったら、お水につけてもつけなくてもそんなに変わらないんじゃないかなって思います。じゃあ2回目準備していきます。 1.9g ずつになりました。こんな感じですね。パッと見はちゃんと同じで、グラムも同じに合わせてあります。まずはこちらの容器にお水を入れます。
今午前8時なので午後8時ぐらいまでお水をつけて、で次はこちらですね。こちらは霧吹きをして、こんな感じでしっかりと濡らしてあげます。その上に種をまいて、はい、こんな感じですね、種まきで。上から軽く霧吹きでお水をかけてあげます。前回よりも水分量が少ないはずなので成長に差が出るんじゃないかなって思っています。ここのキッチンに置いて12時間待ちます。はい、午後8時です。朝種まきをしてから12時間が経ちました。種の様子はこんな感じです。こちらが普通に育てた方です。パッと見た感じ発芽してるのは1個ぐらいですかね。このこれが一つ発芽していて、あとはここにも一つ発芽してますね。あとはこれも発芽してるかな。パッと見た感じ3つ4つぐらいですかね。でこちらがお水につけた方、結構発芽してますね。パッと見た感じでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ぐらいは発芽してますね。じゃあこれをお水取って、こっちと同じようにキッチンペーパーを敷いて育てていきたいと思います。はい、こんな感じでお水切ってキッチンペーパーを敷いて、その上に種を入れました。これでまた前回と同じように育てていきたいと思います。はい、スプラウトを育て始めて今日が15日目です。こちらの左にあるのがお水につけた方で、こちらが普通に育てた方です。こちらの普通に育てた方が長く伸びています。こちらのお水につけた方はこんな感じです。今日が11月の25日で結構気温も下がってきたので成長スピードはゆっくりになってきています。こんな感じでお水につけた方が成長が遅くなっています。今回長い時間お水につけたことによって、もしかしたらお水を吸いすぎたことが原因で生育に影響が出ているのかなと思ったりもしています。どちらのスプラウトもまだ伸びそうなので、あと1週間から10日ぐらいはちょっと見て成長の観察をしていきたいかなと思います。前回から1週間経ちまして、スプラウトを育て始めて今日で22日目です。もう成長しきってこれ以上は伸びないっていう感じですかね。こちらがお水につけた方のスプラウトです。少し見にくいかもしれないんですけれども、こちらの普通に育てた方のスプラウトと比べると若干こう色が悪いんですよね。普通に育てた方は結構綺麗に育ったんですけど、こっちは少しだけちょっと色が悪いので、もしかしたらお水につけすぎたせいで育成不良になってしまったんじゃないかなと思います。私が2回育てた感じではこのような結果になりました。一晩お水につけても成長に差は出ないという結果になりました。むしろお水につけすぎて少しだけ悪くなってしまったんじゃないかなと思います。もし同じように比較して育てたことあるよっていう人がいましたら、コメントでどのような結果になったか教えていただけると嬉しいです。こんな感じの結果になりましたが、少しでも参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは主に水耕栽培で育てた野菜の成長記録や育て方を動画にしています。他にはエアプランツや観葉植物の動画もありますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。
ツイッターもやっていますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。それでは今日の動画はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。育ったスプラウトは収穫して夜ご飯にしたいと思います。